皆さんこんにちは、新日本フィルの生オケシネマ街の日、企画監修の前島秀君と思います。今日はですね、なんとこのジャングル大帝のリハーサルのちょっと現場に、お邪魔しちゃって、実際にこれオーケストラとその上にスクリーンを貼るとどういう風に見えるかという感じで、こんな感じになってます。だいたいこれ縦約10メートルくらいなんですけども、大きさで言うとですね、IMAX とだいたいこのくらい大きさになるんで、これちょっと正方形、チャップリンの画面正方形なんでこのくらいなんですけども、こんな感じで大迫力の映像で街の日をご覧いただけます。でもちろん下にはオーケストラが、生演奏チャップリンの音楽をやりますので、こんな体験でこうチャップリンもそれからオーケストラも一緒に聴けちゃうと、お得な、コンサートですので、皆さんお越しいただければと思います。で、この後客席1階2階3階でどんな風にこのスクリーンとオーケストラが見えるかっていう、その動画も、作ってまたアップしますので、そちらもご覧いただいて、お席をまだ、お買い求めいただいてない方はご参考にしていただきたいと思います。ではよろしくお願いします。これ今カメラを置いているのがですね、1階の、29列1番、つまりもう本当に1階席の一番後ろの一番左の席です。で、そこから、もしそこに座っていただくと、こんな感じで、スクリーンとそれから下にオーケストラが見えるという感じです。で、本当にだから一番後ろでもこのくらいちゃんと、全部こう、見切りが入らない、見切りにならないで、見れるという、どの場所で見ていただいてもベストポジションです。で、これだと、オーケストラと、それからスクリーンと、両方こう、視界に入って、綺麗に、見れますし、両方こう、楽しめるという感じなんで、こういうところもなかなか結構おすすめポイントなんで、お席を買うときの参考にしていただければと思います。ですね、今カメラをですね2階5列14番に置いてます。つまり2階席の前、真ん中の一番後ろ席なんですけども、そこから見ると、こんな感じでスクリーンとそれから下の方にオーケストラという感じで見れます。これが実は結構ですねおすすめポイントというか、2階席はねすごくいいんですよ。昔の映画館って結構2階席が指定席で大きいところとか、僕も日比谷映画とか有楽座で、年バレますけど、40年くらい前にチャップリン見た時、やっぱりそんな感じで、こういう大劇場で、わーってみんなでこう楽しみながら、見てっていうのが、チャップリンの面白さ。客席がこう笑ってんのまで見えちゃう。オーケストラ、それから指揮者が振ってんのも見れる。それからスクリーンもこんだけ見れるっていう、結構なかなか2階席、すごい、おすすめなんで、ここも、お買い求めいただくときは、ちょっと、ご検討いただければなと思います。ですね、今2階の RB19 という、2階のこのサイド席右側の一番後ろに当たりますけども、そこにカメラを置いて皆さんにご覧いただいています。スクリーンがこんな感じで、下にオーケストラ、ここなんかも結構全体が見渡せて非常におすすめポイントです。で、これ当日ですね、実はチャップリンに扮した山本光陽さんというですね、チャップリンパフォーマンスを1階席のこう通路なんかでやるんですけども、これも漏れなくこう全部見れちゃうというですね、なかなかお得なですねおすすめポイントなんで、このサイド席、これ1列ずっとこうサイドにこう席がですね行ってるんですけども、一人でこう集中しながら、しかも全体の雰囲気も楽しめるというですね、お席なんで、こういうところもご検討の対象にしていただければなと思います。今ですねカメラをですね3階の7列20番ちょうどだから3階席の真ん中あたりになるんですけども、そこにカメラを置いて、そこからどういうふうに見えるかっていうのをご覧いただいてます。スクリーンが、こんな感じですよね。で、下にオーケストラがこんな感じと。で、これまだ今電気ついてますけれども、電気を落とすとですね、ここみんな周り真っ暗になって、
オーケストラとそれからスクリーンだけにこう視界が、集中できます。あの他何にも要するに客席のことが入らないんで、映画と音楽にあの集中できるというのは、実は3階席は結構これもおすすめポイントなんですね。今ちょっとあのスピーカーが上に入っちゃってるかもしれませんけど、これはあの当日はあの撤去しますんで、このモニタースピーカーは。あのだからあの全然あの邪魔なものは視界には入りません。あのちゃんときれいに上まであのスクリーン見えます。ということで、この案外なんか3階席すごい遠いなって思われる方も多いかもしれませんけども、実は結構よく見えて、映画と音楽に集中できるっていういいポイントなんで、こういうところも、結構、おすすめ、ポイントです。